はい、こんにちは。まーちゃんのるばあらです。今日はこちらで遊びましょう。うん。ジェンガパスチャレンジです。はい、ということでこちらですね、ジェンガの新製品だね。うん。ここにジェンガ乗ってるでしょ。うん。で、これが台なの。うん。その台をこう持ったまま、一つ積み木を抜いて上に置いてね、うん、それで相手に渡す。相手もそれで積み木抜いて上に乗っけて、でまた返すっていうゲーム。じゃあこれで遊んでいく前に黄金の5秒間やりましょうかね。じゃあいきます、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、チャンネル登録してくれたかな、はい、あと高評価もしてくれたかな、うん、じゃあこれで遊んでいきましょう。はい、はい、どんどん、あ、抜けた抜けた。あ、これすごい、何ジェンガしまうためのこの袋が入ってる。すごい、これすごい嬉しいよ。はい、こちらがジェンガパスチャレンジ本体ですね、うん、下はこう台になってるんだね、これ、うん、こんな感じね、こんな感じで台になってます。だからここに立てるようになってるからいいんだね、うん、だからこれを持ってなやるから確かにちょっと揺れるけど、ただここはね、滑り止めみたいになってるんで、うん、そこまでずるって滑ることはない。ほら、これぐらい斜めにしても大丈夫、うん、うん。だからそこまで難しくない。それと、この遊び方ガイドっていうのもついてますね、説明書ね、うん。後ろ側にはですね、いろんなチャレンジやってみようって言って、10ぐらいあるのかな、うん、うん。こうやって足の下を通してこうやって渡すとか、そういうのもある。パパね、これね、多分ね、持てるんだよ、全然余裕で。僕も多分余裕で持てると思う。レシン君はどう、大丈夫、大丈夫、でもちょっと重いね。重いよね。なので、私はですね、この前もやったかもしれないけど、ホットエレパレスプロっていう低周波治療器、うん、これをハンデにしましょう、うん、はい、じゃあ電源オン、はい、電源オンにします。じゃあじゃんけんしよう。そうだね、うん、一応罰ゲームありにしますか、うん、はい、じゃあ罰ゲームは一発ギャグにしようか、うん、最初はグーじゃんけんぽい、はい、こっしょ、はい、よっしゃ。ということはパパから、いや、僕から。はい、シン君から、分かった。で、この強さはどれぐらいにしますか。 13、 あっと、でもそんなに13だとそんなに、うん、パパ慣れちゃうよ、これだと。じゃあ速さは5。速さ5、はい、おお。じゃあいきます。ああ、これだとあれだ、さっきと違う感覚がピーういーや、ういーや、なんかやめてよ、ま。はい、じゃあ取り出して、これパパ、え、じゃあ大丈夫だよ、パパ、きっと。よっしゃ、でも第1回戦ね、はい、頑張って。もうずれた、ずれた、はい、はい、パス、パス、はい。じゃあこれ1個抜けたのを取ろうかな。これ大丈夫、パパ、えちゃん、おー、じゃあパパ大丈夫、まだ大丈夫。あー、ちょっと、あ、でもこうなる。これ今は大丈夫だけど、後からきつそうだな。おおおお、あ、で、はいはいはい、パス、はい、おお、とっとっとっと、すごい、早くもなんか、あ、崩れそうに、うわ、ちょっとこれきつい、やっぱり、はいはい、よし、はい、これ渡すとき結構重要。ちょっとだけズームしようかな。はいはい、あ、ここ、あ、やばいやばいやばい、ちょっとちょっと、やばいやばいやばい、やばい、カットだ、あ、これきつい、えちゃん、あ、これね、やっぱりね、やっぱね、はい、パス、これね、こうギューってなってパッと離れるときに多少ちょっとね、何、動いちゃう。おお、いける、いけるの、あー、やばい、ちょっと、え、真ん中かよ、これ。やばいやばい、やばい、あ、やばい、ちょっと、待って、待って、あ、いける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 、大丈夫大丈夫、よしよしよし、じゃあこれこう置いとこう、よし、はい、これパス、あこれはパパかな。パパパスが完了してないから、パパかな。じゃあ第2回戦目いきましょう。じゃあ今度は強さどれにする、マックス、マックス、強さマックス、叩き、叩きにする、叩くんです
あ、そう。あ、よかった。パパね、さするが一番苦手だからね。だから叩くのマックスね。あ、やばい。あ、これやばい。速さは？速さはマックス。あ、これやばいかも。あああ、でも大丈夫。これずっとこうなってるから。すごい震えてる。すごい揺れてるの分かる？最初だけ、やばい。あ、負けた。どうすんだ？そこからスタート。だから、うわ、これきついんだけど、ずっと肩が上がった状態。これ本当に治療してんのって感じだけどね。ああ。ああ。すっげえここ斜めになってんだけど。ちょっと A ちゃん。まあいや、これを。これを取らせてもらおう。うわ、痛い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 。あ、でもそんなに影響ないかも。大丈夫かも。いや、痛い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 。これ、速さがね、痛い。速さが、こう、低い方が。危ない危ない危ない。うわ、生き残った。パス。これはまずいでしょ。だってこれ取っといた方がいいかな。いや、やめとこう。すいません、大丈夫かと。あえてそのままにしとこう。よし、これいこう。よし。さあ、どっかの敵。あー、きつい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 。あー、痛い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 。だんだん慣れてきた。お、行ったね。すごいとこ。バカ。ちょっと笑わせたくてもダメだよ。これやめた方がいいな。あ、動かない。あ、動いたけど。これ動いてる。あ、いけるいける。おお、やばい。よし、はい。うわー、ちょっと。あ、よいしょ。いけるかも。いけるかも。よし、いける。ちょっと痛い、マジで。え、取れたの？取れたの？マジかよ。ここ取った。マジか。ああ。あ、これいける。あー、ちょっと。よし。すごいよ、いい感じだよ。あーパパの負け。じゃあ最後もう一回だけやらせてもらっていいかな、うん、この勝負に勝った人は3ポイント、うんうん、いいよ。ブロックストーカーってのやりましょう、うん、順番待ちのプレイヤーがゲームに集中しているプレイヤーの気を散らせるために妨害することができます。要はこう笑わせたりしていいんで、うん、あ、その前にあれだけどね、パパはこれやってるの妨害だったよね。僕はパパの妨害だ。ちょっとじゃあ揉み方を、うん、一番下のさするにしてもらっていいですか。パパ嫌いになったわ。全然強さがマックス。強さマックス。あー、気持ち悪い。痛い。速さもマックス。速さマックスだってこれさすってんだよ、ずっと。そう、ずいぶん斜めになってるよ。痛い。いや、これ本当痛いんだけど。はいはい、もうできた、もうできた。痛いよ。エイジン君のおちちょっとそれやめてください。エイジン君の痛い。早くして痛い。パスしまーす。パス。さあ、これは痛い。
やばいやばいやばいパン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 マジかよやばいパンツが痛い痛いちょっと待って。エシ君一発ギャグって大丈夫かな。うん大丈夫なの。うんお本当に。いやもうちょっとズームしていってくんない。分かった。じゃあエシ君がズームね。じゃあとっといくのに対して行くよ。うん。どういうこと。パパのさっきの一発。パパの真似。パパの真似が一発ギャグですか。びっくりしたわ。びっくりしたわ。はい、ということで今回はジェンガパスチャレンジでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録はこのジェンガあたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。